はい、こんにちは、ケフィルムです。今日の動画なんですけども、先日桜を撮りに山梨県の方まで遠征してまいりました。まずですね、結論から言いますと、残念ながら桜は撮ることができませんでした。撮れなかったというよりは撮らなかったっていうのが、まあ言い方としては正しいかなと思うんですけど、まあどういうことかと言いますと、まあいろんなね経緯があるんですけども、まあ今日のねお話の後に、まあ本編としてその撮影に行った時の映像っていうのは皆様にもお届けしようとは思ってるんですけども、まあ現場には行ったは行ったんですよ。行ったんですけど、まあそこでね、まあちょっとありまして、思うところがあって、まあその辺の話をね、まずは先にお話しさせていただけたらなと思って、このね動画を撮っております。まあ正直ね、私個人の感想というか気持ちというかではあるんだけども、まあもしかしたらそれを聞いて快く思わない方もいらっしゃるかもしれないので、まあそこはねちょっとあらかじめねご了承いただければなと思うんですけども、あんまりねポジティブな話といえばポジティブな話だけど、聞き方によってはちょっとネガティブな話かなっていうところもあるので、まあそういう話がねちょっと苦手だよっていう方は、今日の動画はね少しお休みしていただくのもいいかなと思います。まあね、タイトルにも書いてある通り、まあその発言をすることによってもしかしたら炎上するかもしれない、まあそういうね覚悟もありながら、まあでもね、やっぱりこうカメラマンとして何かしらお伝えできることもあるかなと思ったし、まあ伝えるべきことかもしれないなと思ったので、まあ今回ねお話しさせていただこうかなというところでございます。じゃあね、早速その時の話をしていこうと思うんですけども、まずねこちらの写真ご覧ください。はい、こちらの写真ね多分見たことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、今回ね撮りに行ったのがこの場所なんですよね。山梨県にある河口湖周辺にある荒倉富士浅間神社っていうところなんですけど、まあ私ね全然知らなかったんだけど、この場所どうやらめちゃめちゃ人気のスポットらしくて、なんとミシュランガイドの表紙に使われてるそうです。でさらに世界中のカメラマンが一度は行ってみたい撮影スポットっていうランキングがあるんですけど、そこの世界のランキングで第9位ということで、日本の中ではダントツの1位を獲得している場所だということなんですよね。まあ特にねこの桜の時期っていうのは、まあ、手前に桜があって、まあ、50の塔のような塔があって、で奥に富士山があってっていう、めちゃめちゃ日本らしい素晴らしい景観が見れる場所なんですよね。ちなみに日本の2位っていうのは京都なんだけど、世界のランキングでは28位だったかな、それぐらいのランクインされてるんだけど、まあ今回のねこの荒倉神社は9位ということで、まあ、日本の中ではダントツ1位を獲得してるみたいです。まあ、正直ねそういうランキングがあるということも全然知らなかったし、自分が行こうと思ってるところが、まあ、そんなに人気のあるスポットだったっていうのにも、まあ、ちょっとね驚きがあるんだけども、まあそういう理由で今ね世界中のカメラマンが撮影しに来てるっていう状況らしいんですよ。でまあ本来であれば、まあ、本編ね見ていただければわかると思うんですけども、まあ日中他の場所を撮影してて、で夜中にそのスポットに着いて、で車中泊をして、次の日の朝日の出の時間だいたい5時ぐらいかな、朝の5時ぐらいに、まあ、パパッと行ってパシャパシャッと撮って帰ってこようかなみたいな、そういうスケジュール感で考えてたんですけど、まあ、だいたいねその駐車場に着いたのが夜の11時ぐらいで、めちゃめちゃ長い階段をね上まで登っていって、その展望台が上にあるんですけど、そこに着いたんですよ11時過ぎぐらいにね。そしたらですね、すでにそこにもう15人20人ぐらい、もっといたかな、まあ結構なカメラマンの方たちがもうすでにねスタンバってたというか、場所取りをしてたんですよ。場所取り、朝行けば全然人いないんだろうっていうぐらいの気持ちで行ったので、まずそんなに人がいることにびっくりしたし、ましてや三脚立てて、みんな三脚立てて場所取りをして朝を迎えるまでそこにみんないるみたいな人がいたりとか、まあ、三脚だけ置いて多分車とかに待ってるのかな、場所取りだけして多分朝来ようとしてる方もいたと思うんだけど、もう本当にねすごい人がいた。夜中ですよ、夜中。そんなこんなやってたんで、まあもちろんね夜の撮影もせっかく登ってきたんで撮ろうかなと思って三脚セットして撮影してたら、まあたまたま隣になった方が、まあ少しお話しさせていただく機会があって、例年こうなんですかって聞いたら、まあまだまだこんなもんじゃないですよと、朝になったらもう本当にこの展望台がぎゅうぎゅうになるぐらいのカメラマンが来るので身動き取れなくなりますよって、一旦ここ離れると絶対場所取られちゃうから、朝までいないと、まあ朝にね、一番いい時間帯に写真撮れないよっていうことを教えてくださったんですよ。
で本来はねこう車に戻って、まあ、仮眠取って朝方にまた登ってきて撮影しようと思ってたんだけど、まあ、その隣のカメラマンの方がそういうことを教えてくださったので、まあ、だったら、まあ、朝まで頑張ってその場所に留まって、まあ、撮影しないといけないかな、じゃないと多分いい写真撮れないかなと思ったんで、まあ、そういうこともあったので、まあ、三脚をね、設置して、まあ、朝を迎えようかなっていう感じで待機しようと思ってました。ただですね、自分の中で、まあもちろんカメラマンとして活動してますけど、こうやってこう場所を取ってまで、ましてやめちゃめちゃ人が多い中で、みんなが同じ方向に向かってカメラを向けてパシャパシャと撮るみたいな、そういう状況を体験したことがないんですよね、私のカメラマン人生の中で。なので、まあこれは多分一生に一度の経験なんだろうなと思ったし、まあすごい、撮りたかった場所だったので、まあ、山梨までねわざわざ行ってますから撮りたかった場所だったので、まあ、せっかく来たんで撮影して帰ろうみたいな、まあ、そういう決意ではいたんですけど、だんだんこう時間が過ぎていって、まあ、11時からスタートしてだいたい12時ぐらいまで1時間ぐらいの間自問自答が始まったわけですよ。自問自答、自分の中でねいろいろこうセッティングとか座って朝までどうやって時間潰そうって考えてる時に自問自答が始まって、まあ、どういうことを考えたかっていうと、まずね一番最初に考えたのが薄着だったんですよ私。薄着、本当に朝登ってパシャパシャっと撮って帰ってこようと思ってただけだったんで、まあ、ダウンとかもちろん準備してなかったし、東京と違って今ね満開の見頃を迎えてるってことは東京よりももちろん寒いので、まあ、大体その時の気温が5度ぐらいで朝方にかけて2度ぐらいまで下がるよみたいな状況で、もう本当にねセーターと T シャツ1枚ぐらいの2枚しか着てない状態で、もうまずその自問自答の中で朝までこの格好で耐えられるかなっていうのがまず一つで、まあ、こっからが今回の動画の、ポイントの部分なんですけど、まあ、もちろんね、その、今から話すことは、誰かをディスったりとか、何かを批判したりとか、まあ、そういう話ではないです。あくまでも自分の気持ちというか、感想というか、思ったことなので、決して本当に誰かを何かしたりとか、そういうことではないので、まあ、そこだけはね、ご理解して聞いていただきたいんですけど、まあ、今後ね、その場所で、来年以降も桜咲くし、まあ、そうやってね、世界中のカメラマンが、注目してるスポットだということで、まあ、来年以降もめちゃめちゃカメラマンの人たちが多分殺到すると思うんですよ。なので、まあ、来年以降撮影に行こうかなって思ってる方だったりとかっていうのが、まあ、何かしらの参考になればいいかなと思ったので、まあ、お話ししようっていう決意に至ったわけなんですけども、まあ、もちろんね私一人の意見で、ね、何かが変わるとは全く思ってなくて、まあ、そういう状況をただ伝えたいっていう、ものすごくねこう言葉を選びながら、まあ、お話ししようかなと思ってるんですけど、まあ、そのさっき言った寒いっていう状況とまた別でね、まあいろいろ考えていく中で私がすごく思ったのは、この桜も奥にある富士山もましてやこの神社もね、そこにある存在っていうのが私たち撮影をするカメラマンのために存在してるわけではないじゃないですか。もちろんそこは神社なので、そこにはその神社の意味があるし、まあ、せっかくその神社の中で素晴らしい景観があるので、じゃあ参拝しに来た人たちにその景観を見ていただこうってことで多分その展望台ができて、でみんなが参拝に来た時にわ日本の素晴らしい風景だねっていうのを感動して見て帰るみたいな、まあ、多分そういう意図だと思うんですよ。まあもちろんいい景観だから写真を撮りたいっていうのはカメラマンの差がであるし、まあそれを撮ってね SNS に上げて満足したいっていうのもめちゃめちゃわかるし、自分もやってることですからめちゃめちゃわかるんだけども、果たしてその場所撮りをしてまでそのカメラマンだけでそこを独占してもいいものなのかどうか、まあ、そういうことをねこう自問自答し始めたんですよ、その夜のね寒い時間に。まあ、もちろん自分がそういう経験をしたことがないっていうのもあったんだけど、ね、いろんなそういう状況って他の場面でもあるじゃないですか。例えば、まあ、一番カメラの状況で分かりやすい最近のニュースとかでもねよく出てる撮り鉄の方たちだったりとかが、まあ、その自分が撮りたい写真っていうのを、まあ、よりいい場所で撮るために、まあ、勝手にね人の敷地に入って撮影したりとか、集団で一般の利用者の人たちの邪魔になるような行動を取ったりとかっていうのが、まあ、よくニュースになってたりとかすると思うし、カメラ以外でもね例えばラーメン屋さん、ものすごい人気のラーメン屋さんの店先に行列ができていて、まあ、その周りの住民の人たちが結構迷惑してるよみたいなのがあったりとか、
結構ありがちな話ですよね。人気のあるスポットっていうのは人が集まるので、まあ、それなりのトラブルがあったりとかがあると思うんだけど、まあ、その状況にすごく似てるなっていうのを感じました。で、こういうことが起きた時の今後の行く末って結構もう明確にどうなるかわかりますかね、皆さん。まあ大体、例えば一番悪いパターンだったら、もうその場所でカメラマンは撮影できませんよとか、まあ、夜中だけ禁止とかになるかもしれないし、まあ、一切禁止ってなるかもしれないし、入場制限のかかる中で少ない時間でしか撮影できないよみたいな、まあ、そういう状況になりかねないなと思ったんですよね。まあ、そのなりかねない理由の一つに自分がなりたくないなっていうのも考えた。決して、ね、自分が正義だと思ってないし、もちろんその僕は帰ったけども残って撮影した人たちが、まあ、悪だとも思わないですけども、ただでもやっぱりその場所でカメラマンだけが独占してしまうのはなんか違うなと思ったし、まあ、もちろん他の参拝者の方たちがいない状況ですから、夜中だからね、いない状況ですから、まあ、いてもいいと思うんですけど、それを朝までね、皆さんで場所取りをして、もしかしたら朝に大勢の参拝客の方たちが来るかもしれないですけど、場所取ってるから今ちょっと写真撮影してるから無理だよみたいな、まあ、そういうことにもなりかねないじゃないですか。実際もしかしたらあったかもしれないしね、そういうことが僕が帰った後にね、まあそれは分かんないですけど、全然分かんないですけど、まあなりかねないなっていうのも考えたので、ちょっと、まあ、自分の中では違うかなみたいな。あとね、これも結構ポイントだったんだけど、もちろんそこを管理しているのは神社の方たちなので、まあ、神社のルールがあるわけですよ。まあ、例えば看板に書いてあったのは、境内では展望台では飲食は禁止ですよみたいなとか、境内神社内ではタバコ吸っちゃいけませんよみたいな、まあ、張り紙だったり看板だったりがあったんですけど、やっぱりね、その朝まで、夜中から朝まで待機をするっていう状況の中で、まあ、どうしても、ね、人はお腹が空くので、まあ、やっぱり飲食物を持ってきてる方たちも結構いらっしゃって、おにぎり食べてたりとかパン食べてたりとかしてる人たちもいたんですよね。まあ、飲み物ぐらいはいいかなと思うんですけど、まあ、ダメだよって言われてることを、まあ、やられてる方が結構いるっていう状況もちょっと見てて自分の中では嫌だったし、タバコ吸ってる方もね、中にはいます、まあ、自分も喫煙者なので気持ちは分かりますけど、まあ、もちろん僕は吸ってないですけどね、吸ってないけど、まあ、吸ってる方とかもいて、まあ、そういうなんかその神社が決めたルール守れないんだったら、やっぱそこにいるべきじゃないんじゃないかなっていうのをも思いました。かといって僕はなんか注意する立場でもないので、もちろん何も言いませんでしたけど、まあ、あとね、なんかその三脚で場所取りをしてるんだけど、皆さん三脚を場所取りしてるんだけど、三脚の場所取りの仕方っていうのをなんかね、そのなんか三脚ってまあ普通にこう立てて、まあ、場所取りするんだったら並べるとしたらこうやってね、一個二個って立てるじゃないですか。だけどなんかいろいろお話を聞いてると、その1個2個って置いてるここに間に隙間がありますよね、まあ、ここに人が入ってくるんだって。それぐらい人が多いから、ここに入ってきて撮影しようとする人がいるから、なんかトラブルになるよみたいな。だからここのルールは、この隙間を埋めて、ちゃんとここの隙間に人が入れないように三脚を置くのがルールなんだよって言ってる人がいたんですよ。いた。だけどそれって神社が決めたルールじゃなくて、勝手にカメラマンの人たちが今まで人が多かったからって言って自分たちで作ったルールじゃないですか。マナーでも何でもないですよね、それって。まあ、何勝手なこと言ってんだろうなってすげえ思ったし、まあ自分も三脚その時はまだ立ててたんですけど、まあ隣の人からね、じゃあ重ねてもいいですかみたいな感じで重ねられたんだけど、まあ別に重ねればいいですけど、なんかその勝手に作られたルールの中に自分が入るのもすげえ嫌だったので、これはやっぱりね、ちょっと私はちょっと向いてないなというか、この場にいるのがちょっと息苦しいなっていう風に感じたので、まあ、その時点でね、1時間ぐらい、ちょうど1時間ぐらいかな、12時過ぎたあたりぐらいで、やっぱり帰りますっていうことを、まあ、近くにいた人にお告げして、まあ開けるんで、まあよかったら使ってくださいみたいな感じでお渡しして、まあめちゃめちゃびっくりされてましたけどね、せっかく来たのに撮らないんですかみたいな感じで言われて、そうですねみたいな、まあ、理由は言ってませんけど、帰りますって言って帰ってきました。
まあ、本当にね誰かを批判したいとかそういうことではないですけども、まあ、そういう状況で、まあ、帰ってくることを決めたんですけど、まあ、よくよく考えてみるとそんなにすごくぎゅうぎゅうにカメラを皆さんが並べて同じ場所その同じ景観を撮るってことはその時間にいる人たちの写真ってほぼほぼ同じ写真じゃないですか。同じ写真、その写真のために頑張るのも違うなっていうのも思ったんですよね。私は仕事としてカメラマンとして活動してますけど、もちろんその仕事中はそういう状況全くないですし、その時その時の一瞬っていうひらめきだったりとか景色だったりとか、まあ、商品だったりとか、まあ、人だったりとか、まあ、そういうものを撮ってるわけで、なんか決められた構図決められた場所全く身動きができなくて、まあ、そこから三脚も動かせなくてもうこの写真しか撮れませんよみたいな状況で、果たして楽しい写真が撮れるのか、まあいい写真は撮れると思いますよ、もちろんいい場所だから。だけど皆さんと同じその写真を撮って自分が楽しめるかっていうと、まあ僕の中ではちょっと楽しめないかなっていうのもあったんで、まあやめたんですけど、まあね難しい問題だと思うんですよ。まあ変な話、その世界中のカメラマンが注目している場所なので、今僕が例えば仮に、まあそんなこと思ってないですけど、仮に僕がこう発信したことで、まあ、じゃあ日本人のカメラマンがみんなやめましょうって決めたとしても、世界中からカメラマンは集まってきますから、あ日本人の人たちいないけどじゃあ私たち独占できるねって言って外国人の方たちに同じような状況を作り出すとか、まあそういうことは全然こうあり得るし、まあそれって結構結局いたちごっこになってしまうので、まあだから私がこうやって発言したからって言って何かが変わるとは思わないですけど、まあ自分の心の問題気持ちの問題というか、まあ、自分の中のルールだったりモラルだったりっていう話なので、まあそういう理由で今回は桜撮りに行ったけど、まあ撮れませんでしたっていうのを皆さんにね事前にお伝えしたかった次第でございます。まあさっきも言いましたけど、来年以降撮影に行こうと思っているカメラマンの方がもしねこの動画を見てるという状況がありましたらね、まあそういう状況があります。なのでまあもちろん行かない方がいいですよとは言わないですけど、まあ、心していかないとまあ大変なことになるよっていうのはありますね。で帰ってきてから SNS とかを見てると、やっぱりその日もめちゃめちゃあの満開に近かったので、参拝客も多くて、展望台まで下から登っていくのに行列ができてて、神社に入ってから90分待ちでしたみたいなそういう状況だったらしいんですね。まあそういう状況、まあもちろん多分そういう状況の時はカメラマンの人たちももう移動してると思うんですけど、まあ、そういう場所でね自分たちが撮りたいからって言って自分たちで勝手にルールを作って、まあ、そこにみんなで固まって場所を撮ったりとかして、その写真が誰に喜ばれるのかっていうのはちょっと自分の中では疑問ですかね。まあなので、まあ、今後もね私は多分人気のスポットももちろん行くとは思いますけども、同じ状況になったとしてもおそらくというか、まあ、絶対ね、場所取りしてまでは撮影しないと思います。まあ、それはねカメラマンのスタンスだと思うんでね。ただねやっぱり誰かしらに迷惑かかるんで、まあ、今回で言うと多分神社の人たち、まあ、すごく心配なのはそのご飯とか食べてる人、タバコとか吸ってる人たちがゴミをちゃんと捨てなかったとかで、せっかく綺麗な景観が神社が汚れてしまうとか、まあ、そういうことはすごく懸念されますね。もちろん皆さんいい方たちだと思うので、そういうことがないということは願っておりますけども、まあでもねコロナの時のキャンプの話だったりとか、漁港で釣りをしてる人たちの話だったりとか、私釣りも結構好きなのでそういう話もあったんですよね。インドアの集まりができないからみんなアウトドア行きましょうって感じでキャンプとか釣りとかがめちゃめちゃ流行ったんだけど、まあ、その時もすごい人が押しかけてきてゴミ問題が発生して、まあ、それに怒った漁港の人たちがもう釣り禁止にしますよみたいな、今まで地元の人たちがね、のんびりと釣りをしてた場所が都会から来た人たちのゴミの問題のせいで、あの地元の自分たちも釣りができなくなって迷惑しましたみたいなことがコロナの時もあったので、まあ、そういうことにならないことを願いながらね、もしこの動画を見ていくと決めた方はそういうこともちょっと頭に入れといてもらえると、まあ、同じカメラマンとして嬉しいかなと思います。
ちょっとね、前置きが長くなりすぎてしまいましたが、まあね、一番最初に結論言いましたけど、そういう理由で桜は今回撮れておりません。あのね、スポット的に言うと3箇所か4箇所行ったんだけど、全部桜撮れておりません。なので、先に告白しましたので、今回はね、いいねボタンはいただきたいとは思っておりませんが、バッドボタンもどうか。しないように、登録解除もしないように、これは私の勝手なお願いでございます。ぜひともね、そこは寛大な目で見ていただけるとありがたいなと思います。まあとはいえね、まあそのね、夜、朝はもちろんもう朝までいなかったんで撮らなかったんですけど、夜のうちに何枚か写真撮ったので、ね、その辺のこととかね、皆さんの方にお届けできたらなと思うので、本編の方をね、ぜひね、そちらの方見ていただけたらと思います。じゃあここから本編の方を